え、しゅ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 、あらー。いいじゃない。ちょっと待ってください。尊すぎて溶けてしまいました、私。はい、どうも。アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったら、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして、アニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーから、チャプター機能をご利用ください。はい、というわけで、今回もやってまいりました。リアクションやっていこうと思います。今回はクラシックリアクションシリーズ、第3弾ですね。第1弾がスクールデイズ、第2弾が、ノーゲームノーライフと。続きまして、第3弾に見ていくアニメは、これだ！ババンというような感じで、まあ、寄宿学校のジュリエットを見ていこうと思います。いや、なんか、全く知らなくて、このアニメ。名前も聞いたことなくて、マジでどんな作品なんだろうと思ったんですけど。まあ、ツイッターでね、こう、第3弾のクラシックリアクションシリーズ何がいいですかみたいなアンケートを取ったら、なんと、ナギアスを抑えて1位だったんですよね。寄宿学校のジュリエット見てほしいっていう意見が多くて。いや、本当にびっくりして、あの有名なナギアスを抑えて、あ、これ、ランクインするぐらいこれ有名なんだって思ったら、もうめちゃくちゃ興味が湧いてますよね。まあ、なんかラブコメらしいので、まあ、僕はかなりラブコメ好きなので、本当に、ラブコメ見ていこうかなというふうに思いますね。マジで情報がないからなんて言ったらかわかんない。とりあえず真ん中の子は金髪なので大好きです。はい、まあそんな感じで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。クラシックリアクションシリーズ第3弾。寄宿学校のジュリエット第1話。よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。カーンカーン。めちゃくちゃ可愛い、この金髪の子。犬塚。犬塚、何これ?なんて読むの?ジュリエット・ペルシア。これがジュリエットな?メインか。何これ?学園構想。え?こんなクローズのような世界観?クローズをよく見たことがないんですけど。あ、てめえ、この、痛い!痛いです!いや、ダメだ。俺みたいな人気はこの学校には絶対住めないだろうなというのがありますね。ん?お、これは桜さん?ペルシア。犬塚何っていうのあれ。もう一回漢字を。ん?おお!何ここ?何?津田健さん?違う。黒田さんか。寄宿学校って何?ブラックドギーハウス。あ、なるほど。犬塚とペルシャ猫ってことだ。なんで両同士で争うの?別に争わなくてよくないか。かわいい!オープニングかわいい!おお、このさ、白黒の中にさ、瞳だけ色つける演出好き。おお、なんか、なんだっけ。あの、ステンノ様みたいな人いたけど。あの、FGO の。あら、可愛い子いっぱいやね。あ、なるほど、そういうことか。そんなこと言いつつも、この犬塚とジュリエットがいい感じになるって感じなんだろうな。なんか、両性同士はすごい争ってんのに、トップはめちゃくちゃイチャイチャするみたいな。そういうあれですか?あら。でも割と、思いのほかゴリゴリだよね。男の子。あら、かわいい。あら、かわいい。あら、目隠れが好きな人は、この子めちゃくちゃ押したくなるんじゃない?あれ?なんで?喧嘩してんの?仲間割れが起きてる。寮内で。あ、そっか、こっちは黒ね。あらあら、ステンノ様。あ、金髪だ!金髪!思い出したように。これはなんだ?趣旨が見えないんだが。寄宿学校ってまず何?なんかそういう、あれなのか。キリスト系の学校ってこと?十字架だし。お?お任せください。スコット。そうで。
おお。ほら。かやのさん？なんかドラドラ言ってそうな声ですね。あ、ロミオって読むのあれ。あ、そうか、巫舞の巫か。ロジン王とかなんか。すげえ名前やな。親が相当パンクや。お、ステンノ様。プリフェクト？監督生？寮長に近い存在か。まあ、そうでしょうね。そうな。ブラックドギー。ブラックドギー、なんとか。あら、あ、そうか。プリフェクトとやるやつだろうか。なんで争ってるの？まず。なんか、プリフェクトは別に仲良さそうだけど。なんか、かわいい。なんか、ペルシア様はなんか、声からもそうだけど、なんかすげえ、なんか、即落ち、聖女的な、なんか、それを感じますね。ブラックドギーズクラス。机に乗るな。俺、黄色だわ。イエローモンキーハウスになります。庶民と金持ちで分かれてんのかな？あ！なぜさん、お願いします。もういないけど。どんだけ好きな。なんか粘土みたいなやつがいる。耳に南京錠ついてますよ。え？なんだ？初頭部？やめろ、そういうこと言うの、女のくせにとか。やったれ、やったれ！ずっと？なるほどね。かわいいもんな、めちゃくちゃ。そうだな。確かにクソかわいいもんな。やばいやばいやばい。メガネに取られるぞ、金髪メガネ。なるほど、なるほど。そういう系か。じゃあ、柱一本。いくらすると思ってんだ？いや、それでいいと思うけど。でも、まあ、遠慮、振られたら遠慮なく喧嘩すればいいんじゃない？ 嬉しい、大抵。ペルシア可愛い。金髪最高。ん？おうおう。でかいのかでかくないのかわかんない。足はめちゃくちゃ長えな。タッパーちっちゃいんだよね、この子。ああ、そうか。すげえでかく見えたわ。男だ女っていうのはそういうのに関係なくないか？うん。それなかなかの強さだな。そんなファンタジーな。うん。ああ、ペルシアも、かわいい。スコットのタオルが めちゃくちゃ覗いとるやん。どんだけ好きやねん。絶対裏返したって絶対大好きだよ、ロミオのこと。だってロミジュリだろ？いやいや、そんなことないと思うけど。ん？何あれ？おいおい。おい。
痛い目に合わせなくていいよ。お母さん呼び出そう。そうするだけで黙るぞ。おい、なんだこの論言。引きちぎるぞ、お前、すべての髪を。なんでそういうこと言うの？なんだお前、髪の毛抜くぞ。金髪の面汚し。お！できるじゃない。シンクロしてしまった。鼻血つきますよ、制服に。わざわざ、寮で帰る、寮？なんで、ちょっと、詳しくもう一回見直さないとわかんないけど。なんで制服違うの？後でちょっと見直すわ。そうよ。ほんとだよ。そうね。子供相手にマジになるなよ。あ、目が合う。目と目が。さよ。ワンちゃん。あ、バレたんじゃない？あ。お前丸見えやぞ。呼び出しだ。かかってこい。ジュリエット。え？先制布告。なんで？お、粘土。粘土と、直撃の相馬のイブサキみたいな。おう。え？え？え？ちょ、やばいやついる、やばいやついる。ちょ、ちょ、な、南京錠ついてますよ。え？ちょっとやばくない？杉田さん。やべえやつばっかりいんだけど。何この、この世界。バラ園？捕まるぞ。何コンビニ袋？ん？息ができない。もう自分で開けんかい。ドン引きで、ドン引き。鉄パイプとバット。危なくない？おー、ガタベルト？そっちに目が行ってしまった。強っ！ちょっと失礼。下から覗けば。すげえ回し蹴りだったな。まだいるよな。え、うわ、サルスプレー！おい、最低やな。おい、ほんとに。げへっ、げへっ。おめえじゃねえよ。国の代理戦争？うわあ！くそ！手出せねえのが悔しいぜ。なんだ？なんかすげえやばいとこの息子っぽいな。よし！守った！なんか、指に黒いマニキュアつけてるって。なんか女の子好きそう、このキャラ。この杉田さんのキャラ、女の子に人気ありそう。あ。
泣いてる。このさ、まつげが金髪なのいいっすね。わかってます。なんか飛行機飛んでんだけど。ロミオです。告白しちゃえ。なに？なんで泣いてんの？ハロー、ハロー。情報量が多いですわよ。見られてしまった、私。完全に振られたと思ってるやつや。終わったな。ブラックドギーハウス、ホワイトキャッツハウス。かわいい黒い豆芝。耳の南京錠引っ張るぞ、お前。強い。そうだな。やばいなぁ、この、南京錠の男の子。いや、なんか女の子に人気ありそう、この前髪短くて、まつげ長い、まつげ長いか知んねえけど。瞳孔塗りつぶされてて。よぉ、え？え、死ぬ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 。ああ。何枚目で。生めた、か、いいやつだったよ。ラブレッパー、ラブレターじゃないと思う。宣戦布告の決闘状だと思いますけど。情報量が多いんだが、ちょっと待って、情報量が多い。このアニメ。さあ、何？肌を見せた相手とは、なんか結婚しなきゃいけなくなるのよ、私みたいな展開。ジュリエット・ペルシアと。私の家訓でそうなってるのみたいな。え？剣？ノーノーノー。助けました。どっちを、どっちが生きるか死ぬかの勝負になりそうやん。好き。それを言え！言え、犬塚。一番の屈辱。正直に言おう。なんで？うわ、襲ったって言われそうやな。弱いと思ったから助けたわけじゃないぜ。一線越えようとしたから。違うよ。大切に思ってるからやん。誰でもそうだと思うよ。ああ。伯爵家の娘。うん。大切な娘さんだろうね。ええー、なんていう時代遅れな。お前が向こう入りすりゃいいんじゃね？
なるほどね。じゃ、飛行機飛びすぎ。傷つけていたんだな。なるほどな。はっきり言うんだ。剣で語り合おう。詳しいことはそっからだ。そんなバトル展開。バトルなのか、ラブコメなのか、ギャグなのか、胸クソ悪い、なんか不良者なのか、みたいな。わお、発想の構えだ。まあ、発想の構えとは、微妙なところだけど。おー、桜一刀流。あー、なんか、全力でやっても勝てなかったりして。どよりどよりどより。あー、もうすべての一撃と、ことの葉に乗せて。あ、おー、マジモンじゃねえか。危ねえ。うおー、飛ぶ。ああ、危ない。ああ。本日の勝敗。ん？あ、入ってきた。ね、何すんの？そうやって手を引き上げる。え？かわいい。あら、あら、これは、まさか。あらー、いいじゃなーい。おー、綺麗。さすが金髪。あらー。おう、おう、あ、やば、ちょっと待ってください。尊すぎて溶けてしまいました、私。あ、完結しました。めちゃくちゃ泣くやん。あ、う、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 あ、あらー。かわいすぎる。そうね。それはね。キラキラキラー、やば、とうとう溶けるわ、俺溶けそう、尊すぎて。さあ、あと1分はどうなるのか。ペルシア、おお、なんだ。めちゃくちゃ好きやん。違うでしょ？
そうだな、表立っては無理なわけよな。こっからどうなっていくかや。かわいい。この、さくら、うわぁ、意地悪、タコ、死ぬ。遠すぎて死ぬ。デレデレじゃん。ボロカセにされとる。なるほど。ロザリオとヴァンパイアではなく、ジュリエットはヴァンパイアだったのかもしれない。はい、まあそんな感じで、いい感じですね。っていう感じですね。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、まあ第1話見終わったわけなんですけど、いや、なるほど、こういう展開か。で、こっからさ、やっぱり隠しながら、お互いどうなっていくのかっていうような展開ではあるわけだな。このお互いどうなっていくのかって俺言いまくってるから、新しい造語に変えていかないといけないかもな。同じように言いすぎやね、本当に。まあ本当に、これどなっていう感じで、いい感じじゃないでしょうか。いやーなんか、個人的にはやっぱりこう、ラブコメだから、ジュリエット側からアプローチが多いのかなと思ったら、なんか、こう、男が、ロミオの方が好き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 で絡まっていくっていう感じは、まあ割とラブコメにしては珍しい方では、どうなんだろうな、でも、難しい感じではあるけど、まあ女の子に振り回されるっていう点では、結構、なんか、まあラブコメの定番っちゃ定番ではあるんだけど、なんかもう、自ら振り回されに行ってる感じが、すごいなんかロミオの気持ちになんか共感するよな。すごいやっぱりさ、付き合いたてってなるとやっぱり好きだし、お互いにこう一緒にいたいしみたいなのがいっぱいあるけど、あるから、なんかこう、ジュリエットにこう、なんか邪険にされると、本当にみたいな感じになるんだろうな。で、こう、やっぱり付き合ってるっていうことをこう、なんかね、なんか公にできない、この、なんか何とも言えない偽恋のようなね、こう隠していかなきゃいけないけど、やっぱりお互いは周りに自慢したいわけですよ。まあ、ジュリエットが今んとこどこまで、ロミオのことを好きかっていうのが、今んとこわかんないから、まあ、まだまだ、これどなっていう感じで、この先、あれなんですけど、ジュリエットがめちゃくちゃ可愛い。やっぱり金髪最高ですね。このね、まつげを金髪にしたのは分かってますね。これは金髪好きが作った、キャラデザインなんじゃないかなというふうに思います。めちゃくちゃ。まあ、外国人であるっていうような表現のあれなんだろうけどね。いいよね。すごい可愛らしくていいと思います。マジで。でもさ、個人的にはなんかロミオくんも可愛くていいよな。なんかこう、本当にワンちゃんみたい。なんか気まぐれな、なんか猫の、こう、ジュリエットと、こう本当になんか好き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 アピールするけど、なんかなんとなく絡まっちゃうロミオみたいな。なんかしっかりこう、ブラックドギーとこう、ホワイトキャッツっていうこの、なんだろう、キャラクターみたいなのがしっかり犬と猫で立ってるのがいいよな。なんか、全くもって、なんかロミオくんが不快にならないこの空回り方がしてて、なんかすごい絶妙なところをついてるなんて感じがする。いやー、なるほどね。すごい面白いっすね、めちゃくちゃ。なんか気になる感じですね。こっからどうなっていくのかが全くわかんないから、まあ本当に期待したいなと思います。だから、こう隠し続けるのか、バレるっていう展開があるのか、ジュリエットとこの桜彩音さんだったっけな、このあの、ちっちゃい女の子とこうなんかバチバチになる展開があるのかとか、まあ、ジュリエットを取り合ってね、相手のなんだっけ、スコット、メガネとこうやり合う展開があるのかっていうのが、いろいろあったりと。まあ本当になんか要素が多くて情報も多い、アニメになってるので、まあ、すごい見応えはあるかなというような感じで、めちゃくちゃこれからも楽しみに見ていこうと思います。まあ、このままね、2話も見ていくんで、まあ、本当に、見ていきますというような感じですね。はい、まあ、そんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。ジュリエットとか、あとでちょっと、人物の名前はちょっと、洗っておくんですけど、まあ、そんな感じで、ジュリエット、ロミオ可愛いとかね、ロミオ可愛らしいな。でも俺、なんか、お月の女の子もめちゃくちゃ可愛いなと思うね。なんか、ハマり役だなっていう感じがする。桜さんだよね。わかんないけど、桜さんじゃなかったらごめんなさい。謝りますけど。どうなんだろう。そうだね。桜さんだよね。すごいハマり役でいいなと思います。まだまだヒロインもいっぱい出てくるみたいなんで、こっからまだまだ気になっていこうかなというふうに思います。以上、寄宿学校のジュリエットでした。バイバイ。